また楽しいことをするときはぜひとも拙者を誘ってくれ。うん、風呂に入ると体の汚れが浄化されて霊能力が上がるな。棒を振るう速度が上がってきたぞ。これで妖怪どもにからかわれなくなったらいいな。任せてくれ。こういった仕事は以前よくお寺でやってたからね。さあ、旅行中に起きた面白い出来事について語るぞ。叩くと言ったら叩くよ。拙者は嘘をつかないからね。悲しまなくていいのさ。これは諸行無常ってことだからね。ああ、砲術がまた無効になってるのか？おのれ、鬼は小豆で退治だ。この術は高僧からの賜り物だよ。お？もしや天竺に経文を取りに行くのか？妖怪退治中にここに来たんだけど、妖怪はどこかな？この棒で成敗するぞ。してくれたのか？新しい階段を覚えたぞ。聞いてみないか？怖くない話だ。拙者が保証する。拙者と夜遅くまで階段の映画を鑑賞した翌朝、拙者はいつも元気だな。眠くないのか？うん、こんな静かな夜は階段の映画を鑑賞するのにぴったりだ。あ、拙者、逃げずに一緒に見ようよ。うわ、これは本物か？拙者と一緒に確認してもらえないか？どうもありがとう。あなたは本当に優しい人だね。散髪して鬼を装ったら人を驚かせちゃうかな。この手は鬼を捕まえる手だ。怖くないか？いつも棒を振り回してるからな。自然と筋肉を鍛えられるぞ。どうしていつも階段の映画鑑賞に誘うのかって？そうだな、良いものは仲間と共有したいからかな。夕べ餃子と部屋でテレビを鑑賞していたら、いきなり電気が消えた。そしてテレビから何かが出てきた。拙者はさすが空想の若様だけあるな。消息筋だよね。ん？消息筋は事情通ってことだよ。